我々は宇宙人を歓迎します。おいで宇宙人。宇宙人の歓迎を宣言したのは、今年10月に発足した宇宙人観光推進委員会。県内およそ40の事業者が参加し、宇宙人に関連したイベントの企画などを行っています。やっぱり大分県がせっかく宇宙港になったので盛り上げていきたいと思ったときに、やっぱりこういう民間の活動とか僕らみたいな事業者がしっかり立ち上がって、まあ、県とか他の方と一緒に手を組んで、盛り上げていくことが大事だと思っているので、 PR の第1弾として昨日は委員会に参加する県内の事業者が宇宙人向けの商品やサービスを発表しました。豊後大野市のこちらのカフェでは、併設されているサウナを宇宙人にもアピールします。血液の循環が良くなって気持ちよくなるのを整って言うんですけど、それを宇宙人に体験してもらって、無重力感ある整いを、体験してもらおうと思ってこれを提供します。また今回カフェのメニューに加えたのは、金箔をふんだんに使った巻き寿司。見た目が豪華で宇宙人にも喜んでもらえると考えたということです。一方こちらは大分市内の居酒屋です。提供するのは県内の地酒を使ったプリン。その名も地球人と仲良くなれるプリンです。お酒って仲良くなるツールの一つなんで、地球にはプリンという美味しいものがあるよっていう、それを全部組み合わせてこれを提供しようかなと。宇宙人発見の一報をうちの店から出したいですね。宇宙人だけでなく地球人にも楽しんでもらえそうな商品やサービスで観光を後押しします。委員会では今後 UFO の駐車禁止や地球人を連れ去ってはいけないといった内容を盛り込んだ宇宙人向けのユーモアあふれる条例作りを目指していて、県にラブコールを送っています。大分県全体がその宇宙人歓迎の県になるっていうのが、できるだけ目標としています。広瀬さんとかにですね、その宇宙人歓迎県ですっていう宣言をですね、ぜひやっていただきたいなとは思っておりますね。民間から宇宙港を盛り上げようという新たな取り組み、大分県を訪れる観光客に宇宙人が加わる日がやってくるのでしょうか。